拍手が苦手っての。拍手得意？拍手、得意かどうかはもう考えたことないかもしれない。あのさ、拍手ってさ、当たり前だけど、俺はいいやと思う人が全員だったら、あれ一回もならないじゃん。ああ、そうだね。はいはい。会社で集まってみんなでおはようございますって時のあの、なりびくおはようございますもさ、別に俺言わなくても、なんか複数の音鳴るじゃんか。うん。そうだ、小学校の時に校歌歌ったらさ、自分歌なくても校歌ってなんかブワーって聞こえるじゃんか。うん。そんな感じで、そういう時いつも俺は自分の音は貢献してないことが多いのよ。うん。なぜなら出さないからね、俺ほとんど。うん。で、最近も拍手、それで拍手について考えるんだけど、拍手も振りだけするんだよね。あいつ拍手してねえなって思われないように、一応なんかこう、手をやるんだけど。だからしちゃえよ。だったらしちゃえよってあるけど、だってみんなからあいつは拍手をしてるなっていう動きはしつつも、音は全然鳴らないっていうのを俺やる。動きしてるだけ無駄じゃん、だって。動きしてんなら鳴らす。多分だからそれは、俺がもう拍手ってものをまだ受け入れてないのよ。ああ、そういうことで。受け入れてなくて、けどまあ何かあったら、こう、だって、このさ、しかも拍手って始まるときとかもよくわかんないじゃん。じゃあ皆さん今から拍手しますよとかじゃないじゃん。うん。拍手でお迎えくださいとかじゃ、誰も言ったんじゃなくて、うんうん。だから自然発生的に始まった拍手ってこと。うん。で、そのやっぱり拍手ってものを客観的に耳で聞いたときに、常に、俺はそれには入ってないのよ。俺はそこの音には。うん。これ俺みたいなやつが全員だったら、この音鳴ってないんだよなっていつも思うのよ。うん。っていうのを毎回そういう気持ちになるっていう。ああ、拍手が起こった時には毎回そういう気持ちになるんだ。そのもうそこまでセットね。拍手が鳴った時には、うん、やべやべ、拍手俺やってる雰囲気出そうって、うん、けどな、全員が俺みたいにこうやって音鳴らさなかったら、この全体に鳴り響く音ってないんだよなって感慨深い気持ちになるっていう。うん、拍手普通にスムーズにしちゃう人？うん、なんかそんなに受け入れてないって、斉藤さんみたいに言うほど、なんか拍手について、うん、あんまり普通にすんなり受け入れ。一致する？拍手が生まれた時って空間に。まあ、まさにみんなと、まあ、同じタイミングだ。ここそうだよね、拍手だったよね、みたいな、この一致するみたいな、この。ああ、わかんない。会場の規模っていうか、その、なんか会の状況、内容にもよるかも。そもそも称賛する、証みたいな、これを、まず、その概念受け入れてないのよ、俺、これを。ああ、そういうことね。拍手っていうものをまず受け入れてなくて、その、もう拍手、あ、そっか。状況とかじゃなくて、もう拍手っていう行為を受け入れてる。そう。なんか、なんでそんなに人はこういう、なんか、称賛するときに、こう、パチ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 みたいな、この、別にビートのテンポとかも別に習ってないしさ。うん。なんか、すごい不思議なんだよね、あれ。何をもとにあればこう。協調性拍手って不思議なんだよね、本当に。で俺今、うん、で鳥肌が立つような仮説が今思い立っちゃって、まあズボッと何これね、もしかすると例えばその空間で、うん、まあ、50人のキャパいたら50人のたった1人だけが拍手をやろうっていう素質のあるやつだけど、49人はそいつに釣られてんじゃねえかなっていう。お、例えば俺なんかは手は合わせないけど拍手をしてる雰囲気にはしとこうって俺ですら思うわけじゃんか。音は出さないよ。だけど拍手したやつがいた第2番手が、おー、さあ拍手拍手拍手合わせてこう合わせに行くみたいな。で、次の3番手の人も、ああ、拍手のタイミングか、合わせなきゃみたいな、この合わせなきゃみたいなやつが、この最初の1人目に合わせてこうする形で、だから、50人がいたら、その50人拍手する石があるんじゃなくて、たった1人のその拍手っていうことをするやつのせいで、うん、曖昧で拍手のことを何にも持ってないやつが釣られて、うん、その本当に興奮するとかじゃなくて、あ、ここはそういう社会人間としてここは拍手しなければならないんだっていうスイッチが反射神経みたいに入った残りの人数がこう波のように鳴らすんじゃないかなっていう。うん、あ、でもそういうことだと思う。これやばくない？これ結構恐ろしくない？てか現代アートできそうだね、それ。なんか映像記録で撮ったら面白そうじゃん。そうだよ。例えば事前アンケートで俺みたいに、うん、だってそれでも俺が50人いたら拍手ならないんだよ、そこには一回も。俺が50人いたらっていう仮説がもういかれてるけど。違う、まあ、だから俺のようななんかこういう話して最初の要はその現代アートでやるんだったら、俺拍手を
ポーズはするけど、音は鳴らさない人っていう人がね。拍手についてどう思いますか、拍手する方ですかみたいな10段階あるけど、ね、自分はしないみたいな、あの、うん、あるじゃん、10段階ですごくするとかで拍手をね。で、その100人ぐらい街頭インタビュー取って、うん、やらないに丸した人ばっかり集めるのよ、うん。で、そのコンサートみたいなのやった後に、まず1回目鳴らないのね。で、ここに、例えばめちゃくちゃ鳴らせた1人投入して、1人がこうやってやりだしたら、どれだけつられて、この鳴らすか、うん。本当は拍手って、もしかすると、鳴ってたんじゃねえって場面があって、でたまたまそこにはその拍手鳴らすその首謀者、その拍手なんていうの、そのきっかけのやつ、拍手を鳴らすきっかけのやつがいないだけなのかもしれないね。いない、いないってどういうこと。例えばこう、あの今まで拍手が鳴るところってのはそういう最初の拍手鳴らしがいたもんだから、それにつられて他のやつがこうして鳴らし始めると。うん、でもまあみんな大体そんなもんだよね、きっと。みんなそんなものだと思うと、最初のやつなんでよと思わない？最初のやつなんだ。だって最初のやついなかったらそれゼロでしょ、だってそれ。でもなんか状況によって俺自分から拍手する時もあったな。うん、あった。本当？そんなに俺拍手に否定的ではないか。でも確かに拍手って、今ちょっと思ったけど、そのまあ物によるけど、本当に、わかんない。拍手できっとめでたい、めでたいよね、どっちかって言ったら。いいこと悪いこととかで言ったら、ちょっと明るいことだよね。うん、そうそう、まあ。抽象的な言い方になっちゃうけどさ、明るいことにするじゃん。うん。で、本当に俺がなんか気持ちが高まってたら、確かに拍手はしてないよね。だよね。なぜなら、もう、気持ちがその、そっちに行っちゃってるから、うん、その対象物っていうかさ、うん、その現象、何か起きてる現象であったり、自分の気持ちだったりがもう完全にそっちに持ってかれてるから、拍手ってちょっと俯瞰した行為だよね、きっと。自分を、じゃ拍手をしている自分っていうのをちょっと認識した、のめり込めてないから、だから本当に、だからそうだね、人が本当に拍手のような、うん、拍手のような、なんだろう、喜び、まあ、仮に、なんだろうな、めでたい行為だとするなら、もう気持ちが本当にめでたくなっちゃってたら、拍手はしてない。拍手の歴史とか調べたら、でも出てきそうだよな。拍手の歴史はやばいね。遡ったら、多分原始人とかなんでしょ、多分これ。あ、そうだろうね。楽器とかの祖じゃない？体を鳴らすっていう行為さ、なんか祝祭事があった時にどこ鳴らすかってなった時に、なんか手鳴るねみたいになって、でそっから発生してなんか叩けば鳴るみたいな、まあ、そっからドラムとかになってくんじゃないの。声プラスかな、なんかどっかのさ、なんかジャングルの中にいる民族とかもなんかさ、うんうん、映像で見たことない声出して、なんか喜んで、なんつうの、変な声で、笑い声とかじゃなくて、なんかこう特殊な声で盛り上がってるみたいなさ、想像つくて、なんか、わかるわかる。裸族が。うん。なんか、あれの声帯版じゃなくて、ああ。楽器版。うんうんうん。人間が自然とやる行為なのか。で、それを斎藤さんは、まあ別に、昔生まれた人じゃないし、まあ普通に現代、1900年代に生まれてるから、なんだそれみたいな。俺が共感できないのは、俺の中で、そうやろうって感情が芽生えないからが一番でかいんだろうね、うん、なんていうか。うわぁ、うわぁとかってばか、まあうわぁ。でも別に、拍手しないこととかに悩んでるわけじゃないんでしょ。でももう毎回、うん、俺みたいな風なやつばっかりだったらこの音って鳴ってねえんだよなって毎回思う。え、そしたら友達の例えば結婚式とかもしないの？えらいもんで、こんな考えを持ったやつはね、ほとんど結婚式に出た記憶がないんだよね。結婚式じゃなくてもいいや。なんかさ、なんかもう、なんだろうな。いや、でも嘘くさいと思っちゃう。やっぱりその結婚式とかで、なんか、拍手するのもうやらされてる感のが強いかな。斉藤さんそれ言ってたもんね、なんかやらされるみたいな、嫌だみたいな。うーん、やっぱ気にやりたいのもん、ね、あれを
面白いなとね、あのフリースタイルとかの勝敗決めるのって、拍手の代わりみたいに、鎮座ドープレスが勝ったと思う人はさ、ウェーイって、このウェーイのこの大きさで決めるのね、あれけど、その。うんうん。それ拍手じゃないのよ。じゃ斎藤さんでも、それもやんないでしょ、だって。ウェーイも。でもそっちの方がやりやすいし、わかる気がする。おー。なんか、普通じゃん。ウェーイとかって、まあそっちの方がいい。普通じゃんって言われるのかこっち、ウェーイとかの方が、なんか、これはね、どうもなんだろうな。なんか違うんだよね。俺はさ、アクション的にはさ、みんながやってるから、あの、振りだけして、俺は拍手してる人に見えようと思ってるのにさ、と、かと思えば逆にさ、スンとしてたりとかして。え、でも俺しないときしないよ、もう。それ、偉いね。要は、つまり、自分の基準ではみんなしてるけど、俺はこれは、それに、拍手には値しないっていうジャッジ。値しないっていうか、別に俺は、これはしないって思う。すげえいいじゃん。で、それいいと思う。斎藤さんも、その、そう、なんだろう、別に、だってさ、それを見てさ、俺は、そう思われてるって思ってないもん。なんつうの。あいつ拍手しねえやつだ、なんて、思われてるってまず思わない。その拍手しないときは、多分。ああ、はい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 。でも、斎藤さんは、その、誰かが、うん、あいつ拍手してんねえって思ってたそうそう。その若干糖質だよな。俺思わないもんだって。あいつ拍手してねえやつだって思われちまうって思って、うん、音だけ出さないっていうの。そこは逆に思わないよ。だったら普通しないもん。いやでも昔からでもね、その、とにかく。みんなで音出すってのは本当に嫌いでさ、なんか、あの、みんなで大きいもの運ぶのも嫌いでさ、あの、言ってた、これ最初に言ってたよ、これ結構。小学校の時にサッカー部でさ、サッカーゴールみんなで持つってのがあってさ、あの時が一番最初の体験かな、あれみんなで持つって周り囲んで持ってる時にさ、俺指一本だけこうやってやった時あってさ、話してさ、これいらねえ、これ俺いらねえと思って。それが結構原体験だよね、やっぱね。それなんでそうなったんだろうね。やっぱサッカーゴールをみんなで囲んで持つときに自分の力いらねえんだって思ったときやっぱ思う。それ、斎藤さんでちゃんと一貫してるとか繋がってるよね。さ、拍手もそうだしさ、これ俺がいなくても別に、俺がやる必要ないよ。一人鳴らさなくてもいいし、一人、うん、持たなくても成立するなら別に良くないっていう、その良くないじゃなくて、俺の場合はさらにそれが今発展してて大人になったから、かみんなが俺だったらダメなんだよねなんて思ってたね。あ